カットをしました高橋です。そしてすぐに細谷へというボールになりますが、ここは大岩が対応。ちょっとここはファール取りました。イエローカードが準備をされています。大丈夫ですかね。2枚目じゃないですか。あ、そうですね、大岩2枚目ですね。パトリック、ボロバは鈴木が取り返しに行きました。あ、そうですね、レッドカードかもしれないですけど、まあ、肘は出ましたね。レオシルバファールがあったプレーオです。ベースへ引きつけて坂井のリオ、あーと、これは決定機阻止で一発退場。後方から岩波ロングフィード、岩波のロングフィードも定評があります。ここは小林勇輝の、あーと、その最初小林のファールで木村主審は試合を止めました。まあ、そうですね、はい、まあ、もったいないちょっとリアクションになりましたよね。はい、さあ木本にはレッドカードが出ました。ちょっと内側の滝に入れます。その落としから鈴木唯人、この清水の選手は倒れてますんで、レッドカードが出ました。これでジャーメインとファビアン・ゴンザレスが動き出す。ファビアン・ゴンザレス、おーっと、ファビアン・ゴンザレスに赤いカードが出ました。マッチアップしたのはセンターバックの鈴木義則。ここは一旦真渡りに渡してワンタッチでのボールですが、読んでました。おー、そして山峰、あっとちょっと遅れていってしまいましたが、岩尾2枚目だ。そうですね、はい、2枚目イエローで退場です。岩尾すぐのが2人か、まあ、コンタクト畑中は1枚カードをもらっています。2枚目イエローカード、畑中退場です。細谷のところは岩尾が対応しましたがクリアです。フリック、VR でオンフィールドレビューを行っているんですね。あ、レッドカード、これは一発レッドという判定になりました。一気に前線、紙福本が出る。ここは紙福本が体で止める形となりました。ここはオンフィールドレビューをするという判断を出しました。ここはイエローカードを取り消してレッドカード。入れ替わった北野、中清武、ホイッスルは2枚目でした。レッドカードになっています。お、そして田中聡から町野へというところ、あった、ここはファールを取りました。カバーが来たというところはどうなるでしょう。あー、レッドパレットだ、カバーなし、これは決定機阻止、ドミト中途半端な形になって、あっと松尾が倒れました。これしか危なかったですね、はい、レッドが出ました。アラの危険なプレーでレッドカード、ある意味で流れを無視するようなこともあるでしょう。パリの選手が、あ、ね、出ます。松木玖生プロ初の退場です。イエゴキッカに代わってゲデアンテ、そして仲間に代わってマツメラコ、レッドカードが出されましたね。イエゴキッカはレッドです、まあ、下がった後ということになりますが、あ、なるほど、松尾を使った、松尾だ、松尾こぼれ球詰めた伊藤のファウルでレッドカード、イエローカード2枚目です。後ろの残り足なんですけどね、ですね、ただちょっと印象悪いですよね、はい、かなり足上げてますからね。阿部コーナーの後ろ、相馬だ、倒れた、 PK、 この時間に PK 獲得、ダグラグランパス。あ、そして石原に一発退場、受けたエンドはされます。山本の道から右、小田は胸トラップ、トラップ際狙ってますが、ここはホイッスルです。ファールの判定、亀田に対してはイエローが出そうです。VAR でオンフィールドレビューを行います。
もしかしたらこれは判定が変わるかもしれません。あ、レッドカードに変わりました。為田退場です。さあ一転して今度は湘南になりかけたんですが、福岡瀬川グローリー、そうですね、ちょっと危ない、ね、瀬川2枚目ですよ、はい、あ、瀬川2枚目イエローカードで退場。走り合いパトリックと菊池、これ面白い、体入れたパトリック、笛が鳴った、あ、鳴らない、笛は鳴らない、レビューを行います、確認を行ってます。PK ではないとは思いますけどね、はい、ファールを取りまして、あの位置でファールですと道具層ですってことですかね、はい、あ、赤が出ました。決定的得点機会の阻止、菊池退場です。